こんにちは桜井ひ也です2011年から水の躍動感をテーマに映像作品ザ・ストリームをシリーズとして制作しています毎年1本のペースで制作し今回の発表で10作目となりますでは今回の作品ザ・ストリーム10を紹介させていただきます水田という人口の中で水という自然が人口の規則に従います そこでは自然が抽象化され自然のままとは異なる美しさが現れますこの作品は水の躍動感を伝える物動きと音響によるバレーです水路を劇場として水流により振り付けられた物動きを撮影していますテーマは水田という人口に沿う水の躍動感ですこのシリーズはサンフランシスコ国際映画祭 メルボルボン国際映画祭など約150カ所の国内外の映画祭で発表させていただきましたまたシリーズ6作目については東京ビデオフェスティバル2017でグランプリ賞をいただきました今後も水田の水路という目立たない場所ですが普段気づかない水流の美しさや面白さを映像を通して伝えていければと思います